続いてご紹介するのがキャンディーボンボンシリーズですね。こちらももう本当人気のシリーズ展開だったのがアレンジされて新しくなっております。これがまず、こちらは、リズのラフルッタの方か、はい、リズコースターの新しいものですね、はい、フルーツをモチーフにしたちょっとこう光沢のあるビーズを使ってますのでキラキラして夏らしく仕上がっていると思います。じゃあ夏のモチーフになっています。そして、キャンディーボンボンですね、はい、こちらが、マグ、はい、マドラースプーン、プレートと用意しています、はい、あとスプーンレストですね。こんな感じで、はい、これがまずスプーンレストですね。かわいいキャンディーをイメージした、キャンディーをイメージしてます、はい、そしてこれがマドラースプーンですね、はい、じゃあ通常のものと人気のものがこんな形で変わってきていて、はい、マドラースプーンこのようになっております。かわいいですね。そうなんです、あのくるくるこうロリポップキャンディーみたいなイメージで、キャンディーカラーがかわいらしいシリーズとなっています、はい、そしてこれがマグですね、はい、マグも非常に可愛らしいです。持ち手の部分とこのうねうねしたデザインが、うねりのあるデザインがポイントとなっています。そしてこれプレートですね、キャンディープレート、はい、非常に可愛らしいです。ありとあの手のひらサイズぐらい、はい、あの深みもありますので、あ、本当だ、ちょっともしっかりある、はい、あの汁気があるものというか、あのデザートとかでも全然そうですね、はい、ちっちゃいプリンアラモードぐらいだったら作れるかなって感じです。こんな感じでちょっと奥行きもしっかりあるデザインになっています。配色違いでこのような感じになっています。先ほどのラフルッタのビーズコースターも他にもシリーズがあるので、はい、ぜひご検討ください。ということで今年はこんな形のガラスの器がたくさん揃っていますので、ぜひ春夏シーズンだけでなく今からもう人気だと思うので、展開始めたらぜひ早めの注文もおすすめします。